Hello， 大家好，我係自稱香港嘅飛人檸檬。呢排咧睇到啲宣傳香港旅行嘅片，甚至連日本 KOL 都宣傳香港旅行啦。但係咧，我覺得佢哋唔夠愛，佢哋要加埋嗰啲對香港的愛。其實我都希望咧，越嚟越多日本人咧中意香港。今次係我用自己嘅方法嚟宣傳香港旅行。 因為2、3年之間冇得見日本朋友，因為疫情關係㗎嘛，所以咧我已經約咗幾個日本朋友喺香港一齊玩。今日咧我介紹下啲日本朋友點樣喺香港玩半日。OK， 唔使擔心，我係最 local 嘅外國日本人 YouTuber 檸檬，我哋示範下點樣半日之內喺香港練到佢哋可以玩得好開心。 佢哋其中一個人咧係第一次嚟香港嘅，今次嘅香港旅行嘅旅程就係香港初心者旅程。初心者咧係日文一面咧，即係新手嘅意思。希望咧佢哋欣賞到香港啲 local 嘅特別嘅建築物同埋街市，再品嚐下香港啲特別 local 嘅美食同埋飲個涼茶。 希望咧佢哋玩完211之後咧，會想再嚟香港玩啊！西江路站咧，哇，見到人唔怪得啊！即係喺街上咧聽到啲普通話啦，即係呢排啊！ あ、どうもどうもどうも。お久しぶりです。いや、大丈夫です。めっちゃ久々。やっほやっほ。3年半ぶり。やばいねこれ。これはすごいね。根本変わってないからね。何も変わってないんで。うん。あ、どうも初めまして。どう紹介したらいいですかね。広東語で鈴木って蓮木って言うんですよ。こっちでは林木って言ってるんですけど。っていう自己紹介。やっほ。 面白いこれ3年半ぶりっていうね、うん、こう微妙に飽きすぎて面白いかもしれないおにぎり屋さんを撮るっていうあ、そうあるなんかハイキングとか行く前に結構買っていくことはセブンイレブンの横とかに大体あるからこれって。 大興奮やん。そうトラムね。トラム香港のトラムですごい。そう可愛いでしょ。いろんなラッピングされてるから日によっていろんなトラム見れますっていう。あもう嬉しい。嬉しい。あ行こう行こう行こう。うん。そうせやね。ネオンとかそうなんか今撮っちゃってていろいろ。 そうあ、あれ HSBC の横にある広東語で林香居っていうところで林香居っていうはい、行きます。開いてるかな。係咪普洱啊？普洱係啦，啱啊！ ごめんなさい。おいいね。おいしい。やっ。みんな早いよこっち。最初こうせわしない感じが。 あーってなるかもしれないけど、だんだん慣れてくると、そう快適になってくるんで、女性の活躍もすごくってこっち、なんか管理職女性結構多くって、日本人女性も結構大活躍されてる。はいやはいや。はい係啊！唔該曬。阿東係立條尾，阿東係立條尾。あ、本当だ。ないか。あれは見ない。あの頭は見ない。あの肉屋さんある。あ、そうなのね。これちょうどいいやったね。あ、これ降りるときに払うからね。はい。混んでるね、結構。あ、あれ。あのでかいやつ、そう、あれ。あれ、あのでかい壁がそう。あれがモンスターマンション。うわあ。そうなのよ。ここら辺すごい便利で、トラムもあるでしょ。で駅があっちで、ここ銀行全部ある。そう。本当スシローあるよこれ。なんで？できたの？僕が引っ越したらできた。あそこでちょっとねレモンティーをぜひ飲んでいただきたいんだよね。そう混んでる。まあ一応すぐ入れるっちゃ入れる。とりあえずモンスターマンション見てく。そうだね。そうこれ。すごい。どうですか？すごいですか？初めて見た。圧倒的なね、すごさね。あ、ハロ。すごい。ハロ。どうぞ。とりあえずなんかインパクトすごい。本当にすごい。ぎゅうぎゅう。そう。一応これ最大キャパ1万人住めるからもう。すごいね。そうすごいでしょこれ。本当にねすごいの。撮りましょう。なんかリクエストある？なんかね、あの人たちが可愛いポーズしてたんだって。あ、そうなの？あ、それで撮ろう。監督教えてくれる人がいるの？いたんですけど、昼ご飯食べた後、今日はこれ覚えてる。めっちゃいい人。まだ覚えてる広東語。アイスコーヒーだけ。ああ、メイセックカフェ。ドンゲメイセックカフェ。これは使いますね。丸口とかある。丸口も聞いたけど、顔買い。サボるみたいな。サボる。あ、そういうんだ。すごい。パン屋。あ、ほらんのよ。めっちゃ綺麗って言ってる。サンブリートのリンチャー。結構食べれる。もしくはちょこっとでいい。ちょこっとでいいね。シェアして。非常烧肉粥、炸两、烧面，咁多啦。到檸茶，小點，小餅，係。これでもう美味しいレモンティー頼める。そう。あ、見たい。これすごい美味しい。揃いましたね。この炸两がすごい美味しいから、足りなかったこの醤油がついてるから、これを上からかける感じ。どうぞ。どうすか？おいしい？でしょ？やばいでしょこれ。これつけてみて。これをおかゆにつけて食べてみて。絶対おいしいからもう。俺やばいからそれ。おいしいでしょ。これつけてディップして、こう食べると、そう。おやつでしょ。みんな来るおやつで。はい、ビアードファブあります。テンション上がる。銀座から。これ言ってたやつ、セット50本5ドルでこう抹茶ミルクとお好み焼きとたこ焼き。うわ、もうすき家できたらもうここすごいやん。スシローもあるしね、ここやばいってこれ。あ、ドンリンチャーはあ、デブさんとベンさんだよね。あ、あれ海ね。香港は綺麗です。香港ってやっぱりこう海と近いし山も近いからしんどい時は山行くっていう、山から海行くっていうね。ここもオクトパスで行けるんで。あれがチムサーチョイ、一番向こうの時計台の。そう、来ました。そう、ここから乗る。左側の座席に座っていただいて。船多いでしょ。こうゆったりチムサーチョイに向けて、いい時間でしょ。なんかあのビルとか光ってたよね。そう、夜来るとこれが全部夜景になるんで、時間あったら連れて行きたかったのが、一番山のてっぺん、ピークっていうんだけど、そう100万ドルの夜景が見れるっていうんで、ちょっと次回ですね。それはそう、本当に足りない。今日でも結構頑張った方かもしれない。香港島でも今日東側攻めたんだけど、西側も結構ね、特にこの時間帯すごい夕日ベストロケーションなところあって、また夜も来てください。あれ懐かしいじゃん。あったあの前で多分みんな写真写してた、確か。はい、チムサーチョイ着きました。やったー何年ぶりチムサーチョイ。多分そうだね、7年ぶりのチムサーチョイ。やばい何年ぶりのチムサーチョイ。あのアイス食べたことある？いろんなところにいるアイスクリームを売ってる車で、そう、かわいいし。上がりましょう。わあ、最高です。後ろは時計台で、こういう感じで。で、毎晩8時になると、これショーが始まる。シンフォニー・オブ・ライツっていう。そう。バイバーイ。